天聖剣を教えて。ただいま参上ってね。じゃあ遊んであげようか。よっ、それ、どうだ。ふっ、それ、甘いね。あらよ。てっ、はぁ。テンペスターレ。そら、あえて見せてよ。これで、どうだい。よそ見、現金だよ。悪いね。それっと。こい。それ、ほい、どうだ。そら。悪いね。それ、甘いね。いや。最強ってなんだろう。誰だって一度くらいそんな疑問を抱くことがあるんじゃないかな。男も女も老いも若きも関係ない、最も強いもの、それを最強というのは簡単だけど、じゃあ強いって何だろう。腕力、財力、権力、力を意味する言葉はいろいろある。だけど腕力に優れた者が権力者に勝てるとは限らない。環境や状況にも左右される。暑い場所なら暑さに強いものが最強かもしれないし、子供にとっては自分を守り育ててくれる存在こそ最強だろう。最強ってのは言葉で説明しづらいってこと。でも言葉じゃなく感覚としてならどうだろう。大勢の共通認識、コモンセンスなんて呼ばれるものは確かにある。最強、それすなわち強くて誰にも負けないものみたいなね。だからこそ十天衆という組織は生まれた。十天衆、全空最強の武器の使い手たちを集め、この俺天聖剣王シエテが頭目を務める気空団。最強の力を持つ者たちの存在によって争いの抑止力足らんとする。要するにめちゃくちゃ強い正義の味方がいれば、悪党だって悪事を働かなくなるよねってこと。争うことそれ自体を思いとどまらせる力ってわけ。誰しもが持つ最強という言葉に対するコモンセンスがあるからこそ成立する組織だ。何それ、マフィアみたいなんて言われることもあった。理想通りうまくいくことばかりでもなかった。例えば国や権力者からすれば、俺たちのような独立した武装組織は邪魔で仕方がないだろう。対立や恨みを買ったことなんて数えきれないほどある。それが原因となって足を引っ張られることもあった。でもまあ俺的には世界最強を集めた組織ってだけで面白いからいいかななんて思ってる。集めたら集めたでみんな好き勝手やってて、まとまりのなさがたまに傷なんだけど、尖りに尖った連中をそう簡単に制御できるわけないよね。ちなみに十天衆の話をするとよく聞かれることがある。最強の10人が集まったのが十天衆なら、十天衆の中でも最強なのは誰なのかってね。実にシンプルだけど考え込んじゃう質問だ。最強の中の最強、それは一体誰なんだろうね。
果てと呼ばれる場所がある。すべての時が同時に存在するとも言われていて、莫大なエネルギーを内包しているところだ。境外因子と呼ばれる因子を濃く持つ者は、きっかけさえあれば果てからエネルギーを引き出すことができる。例えば俺のように。俺は果てから力を引き出すことができるけど、果てから俺に何かをしてくることはないはずだった、ある時までは。果てから響いた声が俺に警戒を促す。ゼーガグランデ空域、そこに大いなる危険が存在すると。ゼーガグランデ空域だって。あの空域には現在団長ちゃんたちがいるはずだ。警戒すべき存在か。君が懸念するのは井戸という人物のことかい？全空一の槍の使い手ウーノ、十天衆の結成を俺に提案した当人だ。商人のネットワークに通じていて、各地の情報に詳しい。井戸、詳しいことをわかるかな？ああ、ゼーガグランデ空域については懇意にしてもらっている商人たちから最近いろいろと聞くようになってね。ウーノはいろいろと教えてくれた。もともとゼーガグランデ空域はアビア教団の王者リリスという人物の勢力下にあったらしく、聖少獣を星神と呼び崇める独特な文化が根付いているという。多くの空を支配したあの神王ですらも手出しせず、特殊な空域と言わしめた場所だとか。幸い団長たちの活躍でリリスの脅威は去り、その子息である井戸は改心し、人々のために善行を積んでいるそうだ。やれやれ、十天衆の目が届かないところでやってくれるね。知らない間に世界の危機だなんて笑えないよ。破壊の竜となって空を滅ぼしかけた井戸か。そりゃ見極めに行かないとまずいね。ウーノはまるで俺の真意を見定めるかのように目を細めた。だけど今や井戸は団長の仲間だ。君の判断次第では対立することになるかもしれないよ。だよね。そうなると正直辛いところだ。俺はいつも通り十天衆として必要なことをやるだけだよ。そりゃ団長ちゃんに嫌われることなんてしたくないけどさ。そうだね、対立なんてないに越したことはない。ウーノは少しばかり笑い、そしてすぐに鋭い目で俺を射抜いた。かつて君に言ったことがあったね。情にほだされない最善の選択は時として共感を得ることができないと。今回も君には必要な選択をしてほしい。さすがはウーノ、示唆に富んだ言葉だね。十天衆の頭目って立場はいつも難しい判断を強いられるよ。まったく。分かったよ。ま、とにかく行ってみるさ。ついてきてくれるの？俺と一緒に？私がついてきたら都合が悪い？いや、そんなことないよ。正直ゼーガへの航路は一人旅になると思ってた。もともと十天使は集まりが悪いし、最近ちょっとやらかしが多くて、仲間内での俺の評判も落ちてたし、もっとも俺はやるべきことをやっただけだ。結果として信頼を失うとしても仕方ないと思っている。だからこそソーンがついてきてくれると聞いて驚いた。嬉しいけど、本当に嬉しいんだけど、ひょっとして何か裏がある？本音を言うと私なりの目的はあるわ。
あなたがまたみんなから反感を買うようなことをしないように見張っておきたいの。うわ、やっぱり信頼ないな。まさか、俺だってそうそう変なことはしないよ。星屑の町の一件がなければそれも信じられるんだけど。反論できない。自業自得ってこういうことだよね。まあそうもそんなりに俺のことを心配してくれてるんだと前向きに考えるとしよう。ん？いやあ、ごめんねみんな。今頃到着しちゃって。ゼーガグランデ区域のフォルカという町で、久しぶりに団長ちゃんたちの顔を見る。ただ、ちょっと罰が悪い。何せ、この区域の脅威はほぼ解決済みだ。ちょっと遅かったですね。団長ちゃんはなかなか容赦がない。なんだか俺にだけ当たりが厳しくない？あなたがあの有名な十天衆の。はじめまして、フォルカで便利屋を営んでいるローランと申します。こちらこそはじめまして、ローランドの。十天衆の頭目シエテ、以後お見知りおきを。にこやかな笑顔とともに差し出された手を握り返す。今のところ危険性は感じないけど気は抜けない。何せ星の民といえばこの空のかつての支配者だ。くせ者揃いの印象も強いしね。それで聞くところによると星の民だとか。ええ、まあですが星の民といえど一枚岩じゃありません。今はお目こぼしいただけると幸いなのですが。もちろん敵対はしないよ。問題さえ起こさなければね。それで十分です。どうか僕に猶予をください。十天衆としては放っておけない存在だけど、ローランについてはちょっと保留しておこう。何せ今回の本命は。井戸だ、よろしく頼む。ああ、こちらこそよろしく。がっちり握手して、そして全身が総気立つ。今までにない感覚が全身を駆け巡る。激流？決壊しそうな堤防？力を貯めている火山？それを的確に表現する語彙が見つからない。ただこの男がとてつもない力に関与しうることだけは分かった。これまでも強い連中には大勢会ってきたけど、こんな感覚は初めてだ。ん？井戸も俺との接触で何かを感じ取ったらしい。とりあえず今はにっこり微笑んでおこうかな。どうかしたのかい？いや、なんでもない。残念。団長ちゃんに嫌われる覚悟しとかないとダメみたいだね。井戸君は危険死に値する力の持ち主だ。しばらくフォルカにとどまって見極める必要がある。せっかくだから便利屋を手伝わせてよ。俺がいたら万人力だよ。一緒に剣の訓練をしてみたりもしたんだけど、その程度じゃ力の片鱗すら確認できやしなかった。でも幸いチャンスはすぐにやってきた。開拓村の近くに魔物が出たみてえだ。何？井戸君が焦るのは珍しい。どうも問題の村は彼と関わりのある集落のようだった。くそ、今はグランサイファーが定期整備中なんだが。私、ローランさんの船を借りられないか。
聞いてきます。これは井戸くんの本気が見られる好機かも。もちろん人助けも忘れちゃいないけどね。ねえ井戸くん、俺が乗ってきた二人乗りの小型艇があるんだけど、一緒に先乗りするかい？いいんじゃねえか。お前らなら戦力は申し分ねえだろうし、すぐオイラたちも追いつくからよ。わかった、頼む。うまい具合に二人きりだ。船に乗り込み、テンペール方面へと舵を切る。水辺の開拓村だっけ？気になることでもあるのかい？ああ、俺が守ると約束した人たちがいる。そういうことなら急がないとね。俺としても島民が魔物に襲われるのを黙って見過ごすつもりなんてない。一旦今は現場に急行することだけを考えよう。魔物はこの先だ、行くぞ。了解了解。さて一仕事しようか。なんと決まっていこう。こんなの数だけさ、俺たちなら問題ないだろ。そうだ、どうだ、やってみせよう。悪いね。それほら、まだ来るか。だがこの程度、確かにこの程度じゃ本気は見せてくれそうにないか。シュート。いや、なんでもないよ。とっとと蹴散らしちゃおう。甘いね。あらよ、めげんない。はっよっ、ここだ。どけ。ふっよっ、どうだ。そらはっ、ほっく、はっやっ、うん、はい。ちょおい、大変だ。二人とも村の方にも魔物が出やがった。そら、なんだと。落ち着こうか、井戸くん。あっちは団長ちゃんたちに任せよう。そうだな、まずこいつらだ。ほい、はっ、どうだ。ほっ、あれが親玉かな。いい数だぜ。さすがにやべえんじゃねえか。俺が倒す。この力で。今のはなんて力だ。やったな、さすがは井戸だぜ。テンペスト。さて、ゲダッシュ。アンデッドを呼び出す元凶か。倒す。インフィニートクレアール。よし、村へ急ぐぞ。何事もなければいいが。井戸くんは一刻も早く村に向かいたいらしい。まだ落ち着くってわけにはいかないようだ。井戸くんと B くんは先に行ってくれ。あれだけの魔物がいたんだ。俺は打ち漏らしがないか確認してから向かうよ。そうか、助かる。よし、急ごうぜ。走り去る一人と一匹の背を眺めながら、先の戦いを振り返る。やっぱりあの力はとんでもないな。おそらく彼はまだ力を使いこなせていない。にもかかわらずあの威力ときた。十天衆としてこれまで多くの強者と相対してきた。正直今この時であれば彼より強い者はいくらでもいる。でもこの先はどうなる。あの井戸君の姿は破壊の竜の力を従前と言わずとも引き出せている証拠だ。破壊の竜、それ自体と同じだけの力をもし彼が持ちうるとしたら、末恐ろしい存在だと言うしかない。
どうも。決断の時は迫っている。とはいえ独断専行には散々釘を刺されているわけだし、まずは相談ということでソーンに話を持ちかける。井戸くんの力見せてもらったよ。やっぱり感化できない。いざとなれば空の命は多かれ少なかれ境外因子を内包している。もし井戸くんが破壊の竜の力のみならず果ての力にもつながることができたら、憂慮すればするだけ不安要素は積み重なっていく。引き出した力に井戸くんが飲まれるようなことがあれば、空の世界は壊滅の危機に瀕する可能性だってある。そうなってからでは遅い。それはソーンも理解しているようだった。だが、だからあなたは井戸を排除すべきと。そうだね、そう判断せざるを得ない。私はそうは思えないわ。理由が知りたくて先を促すと、俺が一方的な未来しか見ていないからとソーンは言った。彼女自身まだ井戸君を見定めている最中だと思う。かつてこの空を滅ぼしかねなかった仲間もいるじゃない。でも彼らだって今は自らを変え団員としてうまくやっていけてる。判断を下すのは早計じゃないかしら。団長の旅路はあまりに困難で危険なものだ。だからこそ様々な力が必要になるはずだと付け加える。井戸君もその一人ってこと？ええ、彼が必要な時だって来るかもしれない。ソーンの主張には一理ある。井戸君の力をうまく導ければこの上なく心強いのも確かだ。そう考えることはある意味では正しい。わかったよ。もうしばらくは井戸君を見守ることにする。涼しげな風が通り抜け、遠くからは教会の鐘が鳴り響く。老人たちは談笑し、広場には子供たちの笑い声がこだまする。そんな穏やかなフォルカの街中で、俺は井戸君という人物を見極めるための材料集めというあまり陽気とは言えない使命を遂行している。だけど井戸君の力の根源といった肝心なことは何一つわからないまま。分かったのは井戸君の評判が上々ということくらいだ。彼に助けてもらったことのある島民は数限りなく、中には剣の指導を受けている子供までいるらしい。ソーンの言うことは一理あるんだけどね。井戸君が本当に団長ちゃんの助けになるのなら、安易に排除という選択肢を選ぶべきではないのかもしれない。穏やかなフォルカの雰囲気に浸っていると、そんな結論に至りたくなる。十天衆の頭目としてはそれはそれでまずい。ただ調査を進めるうちにこんな声を耳にすることもあった。つい最近井戸君に助けられたという行商人の女の話だ。私はあの人のことを怖いと思ってしまったんです。それまたどうして？あの人が戦うところを見たから。化け物みたいな姿になってすごい力で全てをなぎ払って、もしあの力が私や家族に向けられたらって思ったら。他者に恐れを抱かせるほどの力、それは一つ間違えれば空の世界に動乱を招く。俺たち十天衆や団長ちゃんの力で制御できるならいい。だけどもしそれが不可能なほどに大きな力だとしたら、
最悪の事態を考慮しないわけにはいかないんだよね。辺り一面の限りなく青い空、通り抜ける穏やかな風、忘れられた空に浮かぶ気空艇の甲板で、俺は一人物思いにふけっていた。ここか。この辺りの空で井戸君は次元に穴をこじ開けてローラン救出に向かったという。次元を超える空の世界のくさびたる六竜にも匹敵する力なのか。本当に井戸君を信じていいのかな。井戸君は星の民であるリリスに利用され、この空に剣を向けた。その後破壊の竜に体を乗っ取られ、世界そのものを破壊しかけたともいう。井戸が持つ危険性は規格外に過ぎる。たとえいわくつきの団員が大勢いるとしても、彼らと同じように扱っていいと思う。嫌な声だ。そして残念なことに、その危惧は俺が抱くものと同じだ。井戸は排除すべき存在だ。そうだろう。この煩わしい声を聞くのは何度目か。全ての時間が等しく存在する果てから響く声は、俺とは別の道をたどったもう一人の俺のものであるらしい。君は俺だ。井戸に対する結論は言われなくとも分かってるよね。団長ちゃんと空のくさびにまつわるとある事件を解決した頃から、この別の俺の声が聞こえ始めた。厄介で腹立たしく、しかし確かに俺自身だと頷ける声。井戸も空の民の一人だ。多かれ少なかれ境外因子を持っているはず。彼が果てにアクセスして破壊だけでなく創生の力さえもその手にしたらどうなるか。創生ね。果てについては俺よりも声の方が詳しい。とはいえ問いただしたところで煙に巻かれるのは分かってる。飽きるまで適当に話をさせるのが最善だ。説得しようという気はないけど、見せたいものがある。数ある可能性の中でも今君が最も知りたい世界、創生と破壊の力を得た井戸が暴走した世界だよ。激しくも一瞬の頭痛とともに脳裏にある映像がひらめく。なんてことのない光景だ。竜となり果てた井戸君が力を暴走させ、人々は抵抗の余地なく島も破壊され落ちていく。強大な力はそれそのもの以外の全てを飲み込み、やがて空の世界は消失に至る。ただそれだけ。予想通りで何の面白みもない。ほんと勘弁してほしいよね。だけど腹立たしいことに、これは起こりうる可能性の一つだ。井戸君が存在する限り。くそ。何が嫌かって、決断の最後の一押しをしたのがあのいけすかないもう一人の俺だってことだ。それからソーンの判断を待てないことも。今の光景を彼女に見せられるのなら納得してもらえそうなんだけどね。脳裏にウーノの言葉がよぎる。情にほだされない最善の選択は時として共感を得ることができない。ああ分かってる分かってるよウーノ。いつか世界の敵になり果てるとしても、
世界の礎の役目を全うしよう。何のようだ、シエテ。イド君の疑問はもっともだった。飛竜の谷、危険な魔物がうろつくこんな場所に呼び出されれば誰だって不思議に思うだろう。突然悪いね。まあちょっと話を聞いてくれないか。説明はそう難しくなかった。イド君は境外因子、すなわち果てにつながる力と破壊の竜の力の双方を持っている。その強大な力の使い方を誤れば容易に世界は終わる。その危険性は排除されなければならない。いろいろと考えてはみたんだけどね、結論は一つだった。十天衆の頭目として君の存在は看過できない。だから排除させてもらう。飛竜の谷の空にあの破壊の光景が重なって見える。それに追い立てられるようにしてつい殺気が漏れた。そうか。対する井戸君にはさしたる動揺もない。お前の判断を否定する気はない。俺とてこの力が危険だと承知している。その目に光るものは覚悟だ。だが俺は多くの人々に、そしてこの空に借りがある。それを返すまでは、空が与えたこの力の意味を知るまでは、命を無駄にするつもりはないと誓ったんだ。事実、イド君は団長ちゃんのため、人々のために尽力している。彼の覚悟に一片の曇りもない。俺を排除するというのなら抗わせてもらう。イド君はゆっくりと体験を抜き構える。それじゃ始めようか。俺もまた応じるように剣を構える。くしくも同じ剣使い。あとはどちらの主張が正しいか剣のみで語るってわけ。十天衆頭目、天聖剣を教えて参る。できないよ、イド君。ここで負けるわけにはいかない。ここだ。こっちだ。小さくマリード容赦はしない。避けられるかい。俺は抗ってみせる。目覚めろ。俺の中に眠る竜の力よ。悪いね、イド君。
激戦の末、ついに井戸君は膝をつく。果てからの警告は嘘じゃない。分かっていたけど、井戸君は強い。力を使いこなせるようになれば、どこまで強くなるかわからない。いや、まだだ。驚くべきことに、井戸君は再び立ち上がり、体拳を構え直した。破壊の竜の力ときたら、とんでもない頑丈さだね。誓いを果たすまで俺は決して。そうだろうね。じゃあ白黒つけようか。俺と井戸君が再び剣を交えようとしたその時だった。俺たちを制止するかのように一本の矢が飛び込んでくる。思ったより早かったね。何が起こったのかはすぐ理解できた。矢が飛んできた方向を見ると、予想通りのメンツが勢ぞろいしている。ソーン、ルリアちゃん、B 君、それに団長ちゃんもだ。ソーンが場違いなほど優雅に俺の前へ降り立った。相談してないでしょ。井戸を脅威だと断定する前にやれることがあったんじゃない。これは反論できない。そうしている間に団長ちゃんたちが駆け寄ってくる。もうやめてください。お二人が戦うなんて嫌です。何やってんだよ、仲間同士だろ。こんなことしてんじゃねえ。危ないから下がっていてくれないか。シエテさんのバカ。遅れてやってくる頬の痛みに、殴られたのだとやっと気づいた。しばしの静寂、その重苦しい空気を破ったのは団長ちゃんだった。私をまだ信じてくれますか。そう言われてしまったら剣を収める他はない。団長ちゃんとその周りに集まる力は強大で、その気になればどんな野望でも達成できるだろう。だけど君は出会ったあの日から変わらない善なる心を持ち続けている。俺に何かあっても団長ちゃんさえいれば、十天衆とこの世界はきっと大丈夫だろう。そう思ったこともある。そんな団長ちゃんに信じてくれると言われた。そんなの答えは決まってる。ああ、信じてるよ。信じてると思う。だから俺は剣を収めた。俺が信じる団長ちゃんに全てを託してみよう。そう思ったんだ。ご用件は？それから俺がどうしたかって？決まってる。井戸君にごめんなさいをしたんだ。結果の遺憾に関わらず、やったことには責任を取らないとね。まあ許してもらえるとは限らないけど。気にするな。果てとやらはよくわからないが、俺の持つ破壊の竜の力が危険である以上、お前の判断は理解できる。ああ、やっぱり井戸君も団長ちゃんの同類、お人よしってわけだ。殴られた方が楽なこともあるんだけどね。だがこれだけは言わせてくれ。俺はこの力を正しいことのために使いたいと思っている。それがこの力を空から与えられた俺の役目だと信じているからだ。だから今しばらく時間をくれ。ノブレス・オブリージュ、そんな言葉がある。強い力を持つ者には相応の義務が生じるって意味だ。井戸君がこの言葉を知っているかはわからない。
だけど確かに体現しようとしている。俺と同じようにだったら俺が剣を収める意味はきっとあったんだろう。もっと早く気づいてようなんて団長ちゃんには叱られそうだけど、本音を言えば俺はまだ君の全てを信じることはできない。でも俺が信じる団長ちゃんは君を信じている。だから団長ちゃんの判断にかけてみるまでさ。イド君は十分だと言いたげに口元を緩めた。正直シエテと団長の関係が羨ましい。どういうこと？誰にでも優しい団長ちゃんだけど、なぜか俺にだけは厳しい。イド君もそんな場面を見ているはずで、羨ましがられる覚えがない。ああ、なんか落ち込んできたな。俺は団長が誰かと皮肉を言い合ったり殴ったりするようなところは見たことがなかった。ああ団長にとってのシエテはただの仲間ではなく、気の置けない家族のようなものなのかもな。そうか、そうなのかな。イド君の言葉を改めて噛みしめてみる。そっか、喧嘩ができる家族みたいな存在か。なるほど、俺は団長ちゃんにとってのお兄さんだったのか。シエテが弟では？いやいやいや、ちゃんと年齢通りお兄ちゃんだよね。なんか今エセルが肩をすくめる姿を原始した気がするけれど、全く感動に浸ってたのに野暮なこと言うな、イド君は。シエテさん、お手紙が届いてますよ。ああ、ありがとう、ルリアちゃん。イド君との決闘の後、俺はウーノに事の顛末を記した手紙を送っていた。正直なところ、どんな返事が来るのかちょっとだけ心配だった。イド君という空の脅威を見つけて排除しようとしたけど、団長ちゃんの強い説得に応じて剣を収めたこと、以前の俺だったら躊躇なく排除していたはずで、果たして自分の変化が正しいものなのか自信がないと、ちょっとした愚痴というか弱音だ。シエテ、ゼーガグランデ区域における報告読ませてもらった。君は以前と変わってしまった自分の思考について悩んでいるようだね。参考になるかわからないけど、私の見解を綴っておくよ。人は変わる、それは当然のことだ。君はもちろんカトルやシスを見ればわかるように、十天衆とて例外ではない。そしてその変化の中心にいるのが団長であることも間違いない。私も十天衆が変わってしまうことへの恐れはあるけれど、今のところその変化は十天衆にとってプラスに働いているようだ。であれば受け入れるのも一つの手だと私は思うよ。君は十天衆頭目としてなすべきことをした、それは間違いないと断言しよう。ウーノより。はあ、やっぱり一番の理解者はウーノかな。今回の俺の決断を非難するでもなく受け入れてくれた。おかげで肩の荷が少し下ろせた気がする。人は変わるか、ありきたりな言葉だ。でもそれが当てはまるくらいには、俺もありきたりだっていうのは存外悪い気分でもなかった。シエテさん、ちょっと手伝ってほしいんですけど。俺を呼ぶ声がした。はいはい、団長ちゃんの仰せとあらば。残念ながら
俺のみそぎは済んではいないようで、団長ちゃんにご納得いただけるまではこの空域でもう一暴れする必要があるらしい。でも団長ちゃんがあんな風に呼びつけるのってやっぱり俺だけだよね。ああ認めるよ。今はそれがちょっと嬉しい。
次、後ろは任せるよ。了解。全員よろしくね。結果だよね。